いつもホルシュの動画をご覧いただきありがとうございます。ホルンの庄司雄大と申します。ホルンの技術的な質問にお答えする動画のパート2なんですけども、今回は、矢野さんに、お答えいただくインタビューの動画となっております。矢野さんといえばですね、まあそうですね、とても音色が美しくて高音域もすごく楽々出してるイメージを僕は持ってるんですけども、その音色の秘密や、高い音を出すコツなどについても、お答えいただいております。それではどうぞご覧ください。はい、皆さんこんにちは、ムスエです。矢野です。はい、じゃあ矢野さんにインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まず最初におすすめのウォームアップを教えてください。ウォームアップですね、はい、もうこれは完全にもう先生の真似をしてるのでらしいですね。真似がありますからね。そうですね、もうそれをもう先生からいただいたメニューみたいなのがあって、もうそれを学生の時からやってるので、もうそれがなんか習慣になっちゃったんですね。ちょっと吹いていただけたいと思います。そういえばですね、緊張した時に音が揺れないようにするにはどういったことを意識したらいいのかと。もう緊張はするんで、僕もめちゃくちゃするので。でも全然オーケストラとかで吹かれてる時音揺れるみたいな印象。いやいや、もうそういう経験もたくさんあるので、もうその時はもうひたすら経験だと思ってます。もう爆発を、もう慣れてもうまくいかないときあるし、何も対策してなくてもうまくいくときもあるし、それもいろいろ踏まえて、きっとなんか大事なのは練習のときに、そういう本番をいかに想定できるかっていうのが大事なんじゃないかなっていうのを常に意識してます。なるほど。ちなみになんかこう本番を意識すると練習のときに緊張しちゃうみたいなこともあるんですか？ありますね。特にそのなんだろう、もう嫌な本番のとき、僕は緊張する本番があると、もう1週間前とか2週間前から、なんか体がそうはずしちゃって、でももうどうしようもなくて、もうだから最近はもう、あ、また来たなっていう感じで、すごいこうめまいとかあったりするんですけど、もうその本番が終わるとパタッとなったりするので、もう精神的にそういうのなので、また爆発かなって経験ですね。ありがとうございます。では続いて、音色についてですね、透き通っている音を出すにはどうしたらよいですかと。いや、もう聞きたいですね。めちゃめちゃ音綺麗じゃないですか。いやいや、皆さんもうみんないい音してるの。なんだろう、やっぱなりたい音っていうのをやっぱ意識するっていうのは、なんか昔先輩から言われて、その目標がないと、多分もうなんかどうしようもないと思うので、目標なんかこういう音出したいっていうのをやっぱイメージすることが大事なんじゃないかなと。ちなみにこうどんな音とか誰の音を意識してるみたいなのそれはもういろんな曲とか場面によって違うんですけど、なんかやっぱ大学の先輩とかすごいもう皆さん上手な人ばっかりだったので、そういう人も、もちろん先生とか、いろんな人のいいところを聞いて、なんかこの曲はあの人みたいな感じみたいなとかっていうので僕はやってますね。なるほど。いろんな人をいいところにしようと思ってますね。そうですね。なるほど。ありがとうございます。続いて、リップスラーで口が無駄に動きすぎないようにするにはどうしたらよいでしょうという。まあ、ワクワクしちゃうと思うんですよね。僕も覚えちゃうから、なんとも言えないんですけど。もう僕は何とも言えないです。もう、でも、まあ、できてれば何でもいいんじゃないですよね。何でもいいって言ったらこれからかな。それは、音がちゃんと鳴らないよりも、その、見た目、もちろん見た目も大事だと思うんですけど、より
自身もやっぱり息がすんなり通ってない状態で、むしろそっちを意識して改善したら自然と動きも治ってくるっていうことも経験があるので、それが逆にこう見た目ばっかりこだわっちゃうとうまくいかないっていうのが僕だ昔そうだったので、それ以外のところ、それ以外のところも、はい、そうですね、これやっぱ基本はやっぱ息だなっていうふうに思うので、いかに息を効率よく入れるかっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。はい、最後です。綺麗な高音を出すために大切なことは、美しい高音の出し方を教えてください。これも知りたいんですけど、いやぜひ皆さんグレンカを見てください。グレンカって言いますね、鬼滅の刃の主題歌見てください。あれ最後にゲイが、ね、出てくるんですけど、めちゃめちゃ綺麗です。いや僕書いてて本当にごめんなさいと思って書いてたんですけど、もう完璧に出されて、いやもう感激しました。そんなすげえ、めちゃめちゃリピートしてみました。グレンゲって読むらしいね。グレンゲって読むんですか。ありがとうございます。今のは分かったからグレンゲ、へえ、あのリサさんの曲、鬼滅の刃のグレンゲ。いやもう僕高い音本当苦手で、ちょっとね、苦手意識がまずあるんですよ。で、まあおそらくこの動画を見てくださる中高生の方も多分多いと思うので、なんだろう、僕は本当に高校2年生くらいまで全く上の音が出なかったんですね。出なくて、もう S と上の S とかも出なくて、本当に、だから、ね、高い音はすごい、なんか苦手意識がなぜかついちゃって、るんですよね。でもこのままじゃあその音大受験するってなった時に、上の音が出ないと受からないっていうふうに言われたのでどうしようと思って試行錯誤をちょっとして、なんだろう、ちょっと出しやすいポイントっていうのを一時期考えた時があって、それをやってからなんとなく出るようになってきたって感じですか。でもなので高校本当高2まで全く S とか出なくて、ヒーハーヒーハー言ってた。芸大だと思ったら4番ができなくて、できないですね。そうなんですよ、もうこれは気が受からないみたいな感じで言われてたんで、それでも自分でもなんかやっぱどうのりかしないとみたいな気持ちがあったので、なんか、なんかこうこれ説明だったらいいのよ。でもやっぱり自分こう誰かがそうしてるからやるっていうよりは自分がこう吹き合わせばそう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 、それもなんか探せるってかことが重要ですね。いろんな人の真似をしても自分にはそれは合ってないとかっていうのもあると思うので、自分が出せる何かを発見するとか、あとまあ基本的にはもうアパチュアを小さくすることを意識したりしてますね。こちらがバーッと広がってると上の音が出ないかなとイメージがなんかあるので、なるべくこう音を小さくする感じでやってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。山さんにインタビューしてきました。ありがとうございました。